皆さんこんにちは。鈴木ライタことライタスターキーです。今日は、スモーダスではなくて、ビートルズのですね、僕の好きなそのビートルズのアルバムを、一つ一つ掘り下げていこうという企画をやってみようかなと思っておりまして、で今日はその第1弾で、やっていこうかなと思います。で年代ものから年代もの古い順からこう、新しいものまでっていう、まあ、新しいものっていうのが変かもしれませんけども、そんな形で進めていこうかなと思っております。で今日はその1回目ということで、今回取り上げるアルバム、ビートルズのアルバムは、全部で13枚、ライブ版とか、海賊版とか、それからベスト版、そういったものを除けば13枚、プラスパストマスターズというシングル曲を集めたものもあるんですけども、それを含めると、14枚になるわけですね。そのアルバムのオリジナルのアルバムの中から、1枚ずつ、古いものから紹介していくと、で解説をしていくと、そういう企画をやっていきたいと思います。で今日第1回目はですね、まずはこちらのアルバム、ファーストアルバムの Please Please Me、 これを掘り下げていきたいと思います。でこのアルバムはですね、まず、14曲収録されておりますけども、まあ、バックグラウンドとしては、これはまずシングルで入っている曲ですね。ビートルズがデビューしたのは1962年10月、 Love Me Do という曲でデビューしています。でLove Me Do とそのカップリングの PS I Love You というのもこのアルバムの中に入ってますし、セカンドシングルになった Please Please Me と Ask Me Why の、まあ、そのカップリングですね、その Please Please Me のカップリング、の B 面の Ask Me Why、 これもアルバムの中に入ってます。そういったものを除いてですね、録音してない曲っていうのがいくつかありまして、でその4曲を除いて10曲を1日でレコーディングするというハードスケジュールだったんですね。で1日で行われるっていうのは、その当時ではそんなに、珍しいことではなかったんです。でこれはコンセプトとしてはライブの雰囲気をパッケージするっていうコンセプトで、ライブでレパートニーにしている曲、それからレパートニーにしてでカバーしている曲、そういったものをやってました。ところがですね、このアルバムを作るにあたって一番の難点というのはジョン・レノン、彼がですね、レコーディングしたその当日、レコーディングの当日ですね、風邪をひいてしまいまして、なんとか喉飴とミルクでその一日を乗り切ったんですけども、結構声がガラガラなんです。で1日で全部仕上げるわけですけど、こうと録音していってですね、一番最後に録音されたのが14曲目の一番最後のところの「ツイスター・のシャート」、まあ、これはビートルズのオリジナル曲っていうふうに思いがちかもしれませんけど、これカバーですね、はい、カバー曲なんですよ。でこれを一番最後にレコーディングで最後の力を振り絞ってレコーディング、歌ったと。なんか横になって、なりながらなんかレコーディングしたとか、そんな噂も、ないではないんですけどね。でこの曲の中でそうですね、一押しといったら、まあ、もちろんその Love Me Do とか Please Me もそうなんですけども、そうですね、1曲目の I Saw Her Standing There ではないでしょうか。ポールの楽曲なんですけどね、バッキングポーカルは、まあ、ジョンがやってるんですけども、いわゆる、まあ、なんていうんでしょうかね、ポールが敬愛しているチャックベリーとか、そんな感じの、曲が入ります。で、このアルバムはカバーも入っているアルバムなので、ちょっと懐かしいなとか、例えばカバーだったら、アンナっていう曲が3曲目に入ってるんですけども、これはソウルミュージックのアーサー・アレキサンダーが歌った曲 で4曲目の Chains という曲があるんですけど、これはこうした方がいいですかね、4曲目に、Chains というのがあるんですけどね、こ
これはクッキーズっていうグループが、カバーしてる曲のキャップカバー、女性グループのカバーですね。で 5番目のボーイズ、これはリンゴがリードボーカルを取ってる曲なんですけども、これは、シュレルズっていうニュージャージー出身の女性コーラスグループが歌っている、それのカバーです。ボーイズという、ね、まあ、あとはオリジナル曲とかね、結構あるんですけども、ぜひぜひこのファーストアルバム、ビートルズの初心者としては、ライブ感覚で楽しめるアルバムではないかなというふうに思っておりますので、聞いてみてはいかがでしょうか。はい、こういった感じで、僕の、まあ、個人的な意見とですね、そういうのも交えながら、このシリーズを、まあ、全アルバムやっていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。コメントとか、何かあったら、書き込んでいただければと思います。チャンネル登録と、高評価低評価の方も合わせてよろしくお願いいたします。では今日はこんなところで、はい、第2弾は、With the Beatles を取り上げます。では